イス。もしもラブライブスクールアイドルフェスティバル。もしもラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズ。うちの誕生日、あなたにお祝いしてもらえるなんて嬉しいな。ログインボーナス、嬉しいな。このサインが欲しいの？仕方ないわね。
コのサインが欲しいの？仕方ないわね。お誕生日おめでとう。のぞみって
ニコのこと何でも分かっててくれてありがとう。しっかり自分のアピールができるようにならなくちゃ。それでもスクールアイドルのつもり？スクールアイドルの手伝いをするだけで自分がなることには興味がない。信じられないわ。なんでもない。え？今の言葉もう一回言って。そうでしょうね。あなたもニコのこと理解してきたみたいね。ニコは誰よりもスクールアイドルを愛してるし、誰よりも愛らしいスクールアイドル。ニコそれであなたもニッコニッコニーの練習は進んでるの？
そうね、練習が大変なのはわかるわ。でもそこから逃げちゃダメ。あなたにもわかるでしょ。あなたニコのことをミューズのことを手伝いたいって思ってるんでしょ。違うの？それだったらもっと頑張りなさい。あなたに熱意があるのならちゃんとニコにも伝わってくるはずだから。それじゃあニコはもう行くからね。